は将来ではもう小説家になりたいと思ってたんですか、はいはい、いや小説は考えもしなくて映画が好きだったので映画監督になりたいっていうのはすごくずっと考えてましたね。どの作品で映画監督？本当に私は小学校5年生であのリバーフェニックスのスタンドバイミーを見てで私が一番初めて買った CD もスタンドバイミーのサントラでしたし。 CD 時代ですか？もうそうですよ CD 今も私 CD 買ってます。 LP とかじゃなくて。あそうかそうそうです CD でした一応。もう CD、 はい、CD を初めての CD がスタンドバイミーでずっと映画をあの撮りたい映画が好きで、うん、なので大学時代は映画サークルに入ってこう8ミリで映画を撮ったりもしてましたし結構そのビジュアルっていうものが先に自分の経験としては入ってます。じゃあ美術の目とかお絵描きとかも小さい頃から、うん、そうですねすごい好きでした。ただ本格的に学んだりしたことはないですけどすごく好きでした。นะฮะก็ถามว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคุณนิชิเนี่ยใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักเขียนตั้งแต่เด็กหรือเปล่านะฮะคุณนิชิตอบว่าไม่ใช่เลยนะครับอาชีพที่ใฝ่ฝันตอนเด็กๆเนี่ยก็คือว่าอยากเป็นผู้กำกับภาพยนตร์นะฮะทีนี้ก็เลยถามว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณนิชิอยากเป็นผู้กำกับภาพยนตร์นะฮะคุณนิชิก็ตอบว่าหนังของ River Phoenix เรื่อง Stand by Me นะฮะเซตเดโนคิกะเควานะずっと本当に映画とか音楽が好きで、まあ、これがきっかけっていうのはちょっと難しいんですけど17歳の時にトニ・モリスンっていうアフリカ・アメリカンでも女性でも初めてノーベル文学賞を取られた作家がいらして彼女の The Bluest Eye 青い目が欲しいという小説を読みました。それですごく衝撃を受けてなぜなら私は17歳で当時女性ででセーラー服ってご存知かな皆さんセーラー服を着ていてでその美醜の判断ジャッジをされるっていう本当ただ中にいたんですよね。その男性から女子高生のセーラー服姿が価値があるっていうことを自分で内在化して自分もそう思っていたし西さんの時代は女子高生ブーム時代私のちょっと後なんです。あ私の1歳下2歳下ぐらいからブーズソックスでみたいな女子大生ブームの時代、ね、あそうですねよくご存知でそうなんです。でもそれでもやっぱりその自分たちが今まですごく素朴な生徒だったんですけど急にその性的なセクシャルな対象として見られる市場に上がったっていうのを肌で感じてそして自分もそのセクシャルな対象として価値がある人間でいたかったんですよね。もうそれは本当に恐ろしい。化粧とかそういうもうそれは本当すごくね例えば髪の毛こうここ跳ねさせたりとかスカートをどれだけ短くするかとか本当そういうことだったんですけどでもそういう中にでもやっぱりどこかでそれに息苦しさを感じていた時にモリスンのブルーエストアイっていう本を読んでその小説は、まあ、アフリカアメリカの女の子が自分は醜いそして他者からも醜いって言われて育った女の子がいわゆる白人の美しい青い目さえ手に入れれば自分は愛されるんじゃないかってなんかとにかく美醜と傷つけるものと傷つけられるものの小説だったんです。それに私は衝撃を受けて初めてモリスンっていう作家からなぜって思いなさいあなたが今思ってるそのこれがいい可愛いとか愛されたいっていうその気持ちになぜをぶつけろっていうことを教えられた気がしました。でなぜこの17歳の時すごいモリソン の、 あの小説を選んで読みだったっていう、うんうん、それもすごく彼女がノーベル文学賞を取られた年だったんです。なのでたまたまでしかも私その日学校をサボったんやったかな学校から帰るのが嫌で家と反対方向の電車に乗って繁華街に一人でセーラー服着て行ってでフラット本屋さんに入って出会ったんですモリスンのですごく想定が素敵でだから私は未だにブックデザインは本当に重要やと思っていてそして紙の本であるっていうことがその出会いがどういう表紙だあのねすごくクリーム色の表紙に青い宝石がこう真ん中にこう載せてある表紙でした。美しかったですすごく。
ครับก็ทักษะในเชิงเซสต์ก็อ่านได้ตอนですけど本当に本当に本当に衝撃を受けたのは森さんでした。だわっていうお話したんですが、はい、その理由で、うん、西さんはご自分の作品のブックデザインを結構やってるっていう形っていうもあれするんですか、うんうん、そしてデザインするときどういうことを思ってそのデザインをしてるんですか、うんうん、私はその、まあ、デザインを しているわけではないんですけど自分の小説の総画をほぼ書いてます。でもそれは本当にただただ自分の自己顕示欲の末路というか私はその日本語と中国語と韓国語とあと一冊だけタイ語でも翻訳されてるんですけどその本当にいろんな人に読んでほしいっていうのがあるんですけどいかんせん私たちが扱ってるのは言葉ですよね。どうしても言葉が理解されないと伝わらないことがあってでもせめて自分の作品に触れてほしいっていうので自分の表紙を描いてるっていうところはまず一つすごくあります。あとは言葉が持つ私は祝福と呪いっていうふうに言っていて例えば言葉って心の中にモヤモヤとしてあったけど何か分からなかったことなかったことにされてたことに名前をつけて存在をさせる、まあ、生まれさせる、それは私は祝福だと思うんです。一方でさっきモリスンの話をしましたけど17